マダン・クマール・バンダリー。マダン・クマール・バンダリーは、ネパールの政治家。ネパール統一共産党初代総書記。1993年、謎の自動車事故で死亡した。ファック・オフ・タップレジュング軍生まれ。インドのバラナ市で学ぶ。1972年、ネパール共産党の創設者、プシュパラル・シュレスタが起こした、学生運動、民主文化戦線の中央委員に指名される。 1976年頃には共産党、プシュパラル派を去り、解放戦線グループを組織する。1978年に起きた、ジャッパの武装放棄の生き残りとは同盟関係を築いた。1980年の国民投票に先立って、創設されたネパール共産党、マルクス・レーニン主義派の設立に加わり、1986年の 第4回全国大会で総書記に選出された。1991年、マルクス・レーニン主義派がネパール統一共産党に合流すると、バンダリは総書記に選出された。バンダリは人民の複数政党民主主義というプログラムを考案し、それにより数年間、バンダリの死を超えて統一共産党をネパール最強の共産党に仕上げたのであった。 1993年、バンダリは自動車事故と推定される衝突で死亡するが、目撃者は誰もいなかった。多くの人が殺人だと信じた。自動車に乗っていた3人のうち、運転手のアマール・ラマだけが生き残り、当の指導者、バンダリとジーブ・ラージ・アシュリットが死んだ。当時の政府は調査委員会を組織したが、公式には自動車衝突は単なる事故であり、 何の陰謀の兆候も見られなかったと報告した。しかし、陰謀の疑いは再び浮上した。10年後、生き残った運転手が暗殺されたのであった。ありがとうございます。